第69回県民体育大会秋季大会は26日、石垣市などで各競技が行われた。陸上は同市運動公園陸上競技場で行われ、女子200メートルの佐久川マリア、浦添市が25秒46で頂点に立ち、100メートルと合わせて2冠を達成した。男子5000メートルの宮平健太郎、国神郡が14分57秒94で優勝し、1500メートルと2冠となった。男子60代100メートルは森正也、沖縄市が12秒82で23年ぶりに県新記録を樹立した。重量挙げは宮古島市の宮古総合実業高校で行い、重量級で力を発揮した島尻軍が優勝した。名護市の21世紀の森ラグビー場で行ったラグビー決勝は名護市が国神軍に1号の1-2で競り勝ち栄冠をつかんだ。石垣市の大浜中学校体育館で行った剣道は沖縄市が中神郡を制し、優勝した。最後、力出し切る NBSP 今大会が学生最後の大会となる琉球大学4年の佐久川マリア、浦添市。100メートルは12秒48で初優勝し、200メートルは自己ベストを更新する25秒46で2連覇を飾った。短距離2冠を達成し、全部出し切った。学生最後の大会で初めて2冠を獲得できて嬉しい、と喜びを爆発させた。100メートルと200メートル決勝は、琉大同士でトップを競った。チームメートの山本夏樹、中神軍、石峰ゆり、島尻軍は練習でも勝ったり負けたりを繰り返し、実力は拮抗していた。100メートル決勝はスタートから中盤まで、山本、石峰と横一線に並ぶ白熱した展開に、400メートルを得意とする佐久川の方が、終盤にスピードを加速し、わずかにライバルに差をつけて1位でゴールした。佐久川は沖縄カトリック高校時代から県内を制し、県外の大会にも出場してきた実力者。だが、来春の卒業後は栄養士の仕事をしながら、管理栄養士の資格取得のため勉学をまず第一に励むという。県内の大会には出場していく予定だが、陸上中心だった生活は変わり、練習環境や大会への取り組み方も変化する。十分な練習環境で臨めるのは、今大会が最後。ちょっと寂しい。複雑な胸の内も明かすが、悔いはない、と満足そうな表情も浮かべながら、自身に言い聞かせるような言葉で締めくくった。キャンケン後。